神の心に潤いを、アジエス。というわけで、新人ライブも終盤に向かっていきましたね。あと僕ら含めて4バンドということで、もうちょっと辛抱してくださいということで、僕たち新人、1年生が3人いるんですけども、やっぱりせっかくの新人ライブなんで、まあ、お客さんももちろんなんですけど、サークルにも1年生の名前を覚えてほしいなと思いまして、なんかいい自己紹介のネタとかないですかね。はい、アジエンスです。アジエンスです。はい、なんかいい、なんか印象に残るような自己紹介したいなと思うんですけど。ギャップ。ギャップ。あ、なるほどね。ギャップがあればインパクトあって名前を覚えてくれるんじゃないかと。じゃあそれでいこうかな。いいね、それで。じゃあ自己紹介と、はい、なんか自分にとってギャップがあるよみたいなっていうのをお願いします。片桐ゆうなです。ゆうなって呼んでください。ゆうな。年長さん、いや僕は年長さんから6年生まで空手をやっていて、で黒毛を持ってることです。おお、ギャップだね。やばいね。そんな可愛い君に対して実は強いっていう。あ、岩尾マリアです。マリオでお願いします。マリオ。私もギャップは中学3年生から これで今もやってるっていうね。これで、あ、このちっちゃい体なのにそういう格闘技やってるっていう。2人がたまたま格闘技でつながってる。かっこいい。空手か。空手でつながってるっていうことで、皆さん覚えてくれましたかね。じゃあ最後、宗介お願いします。一覧の佐々木宗介です。ギャップは特にいない。特にない。お前昨日考えてこいって言ったじゃん。なんでこんなにないの。もう知ってるでしょ。じゃあこの2人がちょっと学生時代のなんかやってたとかで、学生時代のなんか思い出とかでない。ああ、学生時代部活の帰りにコロッケとか食べてました。ああ、はい、コロッケ買った。だからどうかな。知らないんだ。みんな2人で買ってるし、あ、でもさ、コロッケってそのまま食べれなくね。そうですね。で、なんかかけたりするじゃん、調味料。はい。なんかかっちゃんかける。僕は、ケチャップ。ケチャップ。いや、ケチャップはかけない。珍しい。ケチャップは僕はかけてないですね。あ、ケチャップじゃない。ケチャップではないです。マッサン何かける。私、醤油。醤油ね。醤油もいるよね。うん。なるほど。あ、醤油でもなる。醤油でもない。何かける。どういう系の調味料かけるの。これですか。ソウスケ。ソウスケのソウスケだからね。ということで、こんなクールに見えちゃって、こういう面白いこともやっちゃうよっていうギャップをね、今見せたんです。ということで、こんな1年生、何人と、いっぱい3人で歌う曲は何でしょうか。スターチルドレンを抱きしめたいです。ということで、そこはクールに決めちゃうんだね。じゃあ、聞いてください。ソウスケNa na na na.
今はもう消えはしない。もしも君が寂しい